こんばんは。今、大阪に住んでいるイ・ヒョヌと申します。今日は、ハングル、韓国の文字の発音について練習をしていきましょう。じゃあ、この黄色のところは、発音が、日本にはないので、気をつけてください。じゃあこの文字は S の発音をします。じゃあ日本語にもありますね。さ、しゃ、発音はないですね。そ、しょ、そ、しょ、す、しゅ、す、し。この丸い文字は、O の発音をしますね。あ、や。これが日本にない発音ですね。お、よ。お、よ、う、ゆ。これもないですね。う、い。はい、次行きましょう。今度は J の発音ですよ。ザ、ザ。ここはちょっと発音が、あや。はっきり違うんですよ。このあとやは。で、このは、J の発音はですね、文字としては存在しますが、人によってもう発音が同じだとか、違うよとか言ってるんですけれども、これはもう、本当は同じ意味です。でも、ややこしくなるので、別々として表記しました。で、この、ぞと、ぞですね。このぞは、発音が同じです。単語として覚えてくださいね。形が変わってくるので。じゃあ次は、ぞ。ぞ。次は、じゅ。じゅ。これも同じです。発音が同じです。単語によって形が変わるだけなんで、単語として覚えてください。じゃあ次は、つ、じになります。はい、次行きましょうか。じゃあ今度は、R の発音しますね。パー、ピャー。発音ないですね。ポ、ピョ、ポ、ピョ、プ、ピュ、プ、ピ。じゃあ次は、H の発音をしますね。は、ひゃ、発音がないですよ。よく聞いてくださいね。ほ、ひょ。ほとほは違いますよ。よく聞いてくださいね。まずここですよ。ほ。じゃあ次は、ほ。わかりますか？ほ。はあ、同じですよ。ここはひょうですね。ひょう。で、ここはひょう。ちなみにひょうは舌の意味ですね。舌。人間の舌。タンですね。じゃあ、ふう。ひゅう。す。ひ。じゃあ、これで簡単に韓国ハングルですね。文字の発音を練習しました。で、皆さんできれば、今の文字は、一度、覚えて、できるんであれば、単語として発音した方がいいと思います。単語によって、文章によって、また発音が変わってくるので、今は完璧じゃなくても、次の時間に、会話の時間に、単語が出てくるので、その時、単語として覚えてくれれば、上達すると思います。
今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。